おっそらユーザー、アイドルチャイムプリパラタイム6段の排出と、あとは、チャオプッティグミ、そして、公式ファンデッキの付録とか、QR コードで何が載ってんのかの紹介いくよ。プッティグミ、プリチケも QR コードも特になし。ちょっぴり打ち切りエンドっぽい漫画が読めろ。からの、ゲームもチケットもめっちゃパワーアップ、びっくり。なるほどな。パワーアップしても、これはプリパラではない。多分ね。チャオの方は、友ティケのポーズ、一ブーンびっくりがゲッツできるんだよ。今月のプリパラはどこに載ってんのかと思ったら、ちっちゃいページに載ってるよ。最終回なのに、地獄？どういうこと？地獄も何も352ページしか載ってないし、あと、よいしょ、来月から翡翠先生のプリンス星パーリーが始まるって書いてあるし、で、よいしょ。ここには、プイパヤのことは載ってないし、JK 親父、プイパヤの JK 親父、プイパヤのこと JK 親父、載ってないし、一体、どういうことなんだ？どこに続くんだ？もしかしてね、こっちに続くってこと？で、おしゅうまいってこと？わからない。いいね。なかなかにシンプルなキラピカリング具合のドリティケだお。で、ミヤが一番のドリトモティケ。そして、ガラルンルンのドリトモティケ。そして、みんな集まれ。びっくりびっくり。アイドル始める時間だよ。びっくりびっくり。もう終わってしまうかな。悲しいな。そして、マジ神の方のドリトモティケ。3周年アニバーサリーコールデのファララとゴハンチャ。そして、マーティン・フレザー・グリーンコールデのラーラとオカネちゃんからの、ユイティン・サリム・ゴリティコールデのできる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 とは言わない、できる様だお。そう。なんでやねん。統一感は死んだ。いいね。夢サイリウムユイゴールドクローデの筋肉ちゃん。まあ、強いて言うならあれだわね。二人ともご飯ちゃんのクローデ来てるっていうね。キュアクローデは、てへとてへだお。一言で、てへとポーズ、てへだお。てへで、これでいいの。漫画版が終わったん。尺の都合でガラルンルンが悪党のまま終わっちゃったのがちょっとあれなんだけど、まあ仕方なスインクだわ。さあ、行こう。プライム6弾の排出結果。2月14日はバレンティンの日だから、バレンティンなコーデを着ようと思ったんだけど、ちょいとバレンティンなコーデ用意してなかったからな。つらった。まあいい。出たのが、ロゼット・ジュエル・ラブリー・チャイム・シューズと、ミステリー・レア、ミステリー・トゥインクル・リボン・チャイム・ワンピー。おっと、失礼。ミステリー・トゥインクル・リボン・チャイム・ワンピー。出てよ。スーパー・チャイム・レアの、ティーム・スーパー・チャイム・ラー・ヘア・アクセ。一段の、ランコ・ライブ、やってるからな。アンコール・ライブやると、本当にタイム6段のとこ、あそこ、左端がタイム1段になるからな。タイム6段とタイム1段、両方同時に欲しかったのにな。まあいい。そうか。ソロミハートスマイルって書いてあるんだよね。びっくりしたわ、今。何事かと思った。
で、ここはタイム1段の turn か。うん。怪獣ガールヘアアクセ。超うまい情熱シュート。ここはあれだよね。右端のおぬぬめのコーナーだよね。で、ジュエリープリンセスヘアアクセ。キボちゃんのターン。チョコホイップマゼマゼスカート。スイートフラワーシューズ。なんかさりげにノーマルなのに一枚も持ってなかったわね。で、2、3枚目かな。スーパーサイムソフリーワンピー。ちょっと違かったけど、まあいいか。ムーンライト伝説。時計の光に。まあいい。わからない、そこのお供持ちは。お父さんに聞くと。お父さんはセーラームーン詳しくないか。まあいい。ムーンライトパーポートゥプス。そして、ルナティックモーンショーズ。そして、ドリームトリンクリブンサイムシューズ。もうこのショーズ、もう何枚目なんだろう。っていうか、シューズって割にはほとんど靴下じゃん。靴下じゃねえか、なんつんだっけ。ソックス。違うな。ムーンライト伝説。時計の光に。よくわからないお友持ちは、お母ちゃんに聞くと知ってるかもしんないよ。そして、いい子、いい子。はぁ、いい子、いい子。してもらいたいんじゃーい。なんだろう、箸、コンビニでもらえる箸の、開けてって言われて、開けた後に、爪楊枝を落とさないで、はい、爪楊枝も使ってねって渡した時に、いい子、いい子ってしてもらいたいんじゃいや。落ち着くんだ。ギャロティックレッドワンピー。落としてる。ギャロティックレッドワンピー。これワンピーでいいの？プリパラたまに無理やり組み合わせたやつをワンピっていうよね。上下で組み合わすと。上下で組み合わすとワンピなのか。おかしい。レインボーパープルプロフェスカート。プロフェ。うん。パーフェクトだからパフェなんだよね。うん。パフェって言っちゃった。ちなみに、手術って言いづらい。噛んだ。そこじゃないとこで噛んだ。ない。手術のことを手術って言ってもいいんだよ。うん。言いづらい人対策だよね。ガルマゲドンピンクハートシューズ。これは、確か、エティーナやつ。いいね。カルフォージュアリーシューズ。なんだっけ。一般公募のやつか。多分。確かさっき、チャオかなんかに書いてあったはずだよね。ホリックトリックスライムシューズ。スーパーじゃなかったわね。まあいい。あ、そうそう。この前揃ったからついに着てみたんだわね。ジャーニス・カミカル。で。うん。レインボー・ピンク・スマイル・スカート。ずっとも。アリの、ママの、姿見せるのよ。的な。まあいい。レインボーグリーンプロフェッシュ。そうか、1回目だからか。レインボーピンクスマイルスカート。そして、トランプカフェッシュ。トランプ氏。レインボーグリーンプロフェッシュ。ああ。レインボーグリーンプロフェッティップス。レインボーグリーンプロフェッシュ。レインボーピンクスマイルヘアアクセ。そして、カラフルジュエリーヘアアクセ。さあ、バキラーロ。さて、それじゃあ今回はバレンティンってことで、バレンティンのパキリ方をしていくよ。シャキッ。
いっぱい式。ラップ。水筒よ。めっちゃすっきゃねん。アイスクリーム。アイスクリーム。アイスクリーム。それは昔の、昔のあのちょっと卵っぽさがつおたんな。アイスクリームのことだ。そう、あのアイスクリームはたまーに食べたくなるんだわね。うん、ちょっと味が濃いめで黄色っぽくてちょっと硬いのかな。まあ硬いっつってもそこまでは硬くないんだけど、うん、アイスクリーム食べたいな。アイスクリームを作ってくれる女子、そういう女子にって言われたよ。うん、でも一つ忘れちゃならないことがあるわ。アイスクリーム美味しいんだけど、さすがに2週間食べ続けたらきっと飽きるわね。そう、あのご飯とか飲み物の代わりに2週間アイスクリームだけで過ごせって言われたら、まあ嫌いになることもあると思う。あ、そうそう、アイスクリームで思い出したんだけど、あのチューイングガムみたいな形の、あのすげえ硬い食感のパキッてなる、あのミルクケーキってやつ、どこがミルクケーキなんじゃいって感じの、あのミルクケーキってやつ、たまに食べたくなるわね。わかる？あの真っ白な板ガムみたいな、板チョコみたいなパキッてなるやつ、うん、ミルクケーキ。なんであれミルクケーキっていうのか、ケーキ感まるでないんだけど、あれ名前つけた人一体どんな頭してるんだろう。そういうとこすこ。さて、残り少なくなってきたとこでちょっと重大な告白でもしようかな。行こう。オラは俺はのことが の中は内緒だ。というわけでチャオだ。ちなみにの中はでもなければでもなくてかもしれないよね。すまないよ、適当に言っただけだ。というわけでチャオ。